あなたは犯罪に手を染めたことがありますか？この問いにあなたが自信を持ってノーと答えるならば、ではあなたが今までとは悪い意味で全く違う人生を歩んできたとしても、その自信を保つことはできるでしょうか？私の専門は犯罪社会学です。特に少年非行に関心を持って研究をしてきました。犯罪社会学の特徴は、犯罪が社会に与える影響、社会が犯罪に与える影響の両側面から犯罪現象に迫るところにあります。アンケートやインタビューなどを用いて、現実の社会や人々の暮らしを記述し説明するのが社会学という学問ですが、それを犯罪現象に応用したのが犯罪社会学です。生まれ育った環境や人間関係の持ち方は犯罪と密接に関連しています。またその時々の経済状況も犯罪や非行に影響を与えます。犯罪社会学を学べば、犯罪や非行は決して一言ではないということに気づかされるでしょう。